これを抑え込む6番の小泉、小泉先頭で残り600の鐘、4番手7番の藤田、そして7番手に1番の中村です。小泉はまだミドルペースという感じ。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。さあペースをぐんと上げました。6番の小泉、2番手は5番の十文字、3番手は8番の茂木、4番手に7番の藤田がいて、3番の今野が7番手、1番中村は8番手、4番手からまくっていく7番藤田、2番手横まで迫って6番の小泉に並んでかわしていきました。後ろは2番の大塚、さらには4番の大木、1番中村も迫ってくる。4コーナーから直線、7番の藤田が先頭、藤田が先頭、押し切った連勝ゴール。